たまちゃん医者に連れてったんです。慎吾が昨日ねチュールちょこっと食べてお水飲み来たんだけど、どうもね様子がねあまり元気が良くない。ほんでねキャットフードも食べた様子がないんだよね。たまちゃんお大事にしてねって。ありがとうございます。ありがとう、皆さんにご心配かけたね、いろいろね、うん、この確かにチュールは食べたんですよ、うん、だけどねどうも元気ないんだよね、うん、ほいで夜中に慎吾がよっちゃん寝てる時にキャットフード食う時もあるだんべって言ったら、キャットフードは食べればわかるよって、うん、きちんとくれてやって食べればへっこんでるよって、うん、私言ったんですよ、うん、慎吾連れてったよ、うん、病院にね、病院に電話してね、そしたら12時までが受付だって言うんでね、まだ40何分ある、じゃあ連れてってくるってね、よっさ入れ物はどこだっつから廊下にあるよって言って、猫の入れ物をね入れたのね。そしたらたまちゃんが少し泣いたね、にゃおにゃおってね、だゆけれんゆけれんっつってさ、その後は泣かなかった。ずっとあれ車へ連れてね、あの子をね、私そう前一緒に行ったんだけど、車の中で暴れてね出たいって、にゃ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 、あれ見てるとかわいそうでね、私は乗っていけないしね、連れてくれると嬉しいですね。そうですね、慎吾お金持ってるんかね、金のこと言わなかったよ、私に金よこせって言わなかったよ、もう慎吾そろそろ帰ってくるんじゃない、来たよ、来たじゃない、音がした。慎吾喋れないからね、来てもね、ネットでいられないから、慎吾さんコメントお願いします、でもね、連れてきたら下ろした様子ないよね。普通カゴから出せば泣くじゃない。なんか慎吾さん帰ってきたよ。ということは先生が預かったんじゃないかな。私の勘だけどね、どうだろう、ねえ、慎吾コメント寄せてよ。見てみるか、たまちゃんのとこ見るか。でもさ、カゴから出せばたまちゃん泣くと思うんだよね、泣いた気配ないもんね、先生が預かったんじゃねえかな。私はそんな気がするけど、一日ぐらい、多分ね、たまちゃんってね、そう、あのじじいのんきだからね、1週間ね休んでて、何もしないもんね、配信そのまま聞いて、そのままで聞いて、来ようよって。あ、そうか、ほんで声が入っては困るんだよ、慎吾喋れるとさ、どうしたんだろうね、あいだ、
コメントで答えてよ。こう開けといていいですか。うちの子がどこにいるか分かんなかったよ、あんた。ぬいぐるみの中にいたよ。あまりこぎたねんで、たまげたよ。こういうの初めてだ。こぎてね、中にいる子って世の中いるんかい、いるんかい。ちょっと待ってね、タマ帰ってきてねえよ。なんかあったんだよ、きっと。タマ帰ってこせねえもん。だから早く連れて行かなきゃダメだったんだよ。うちの子帰ってきてねえと思ったら自動車あるけどよ、どこにいるんかと思ったらよ、ぬいぐるみの中にいたよ。笑ったよ。ど帰ってきてねえと思ったらぬいぐるみの中から動いたよ。あそこまで散らかってるんだね。あそこでよく寝られるね。まいったい。すぐ帰ってきて、車あるんだけど帰ってきてねえって言ったんよ。そうしたらさ、ぬいぐるみの中からいたよ。たまげたよ。あんなとこにいるんだね。悲しい人生。さあ、コメントで答えるってよ。ね、しんご、声聞こえないから、声聞こえちゃダメだからね、コメントで答えてくれって言ってきたよ。ね、コメントで答えるってよ。ありがとう。ありがとう。うん。ね、しんご、そのさ、奇跡を、あ、いた、うん、あ、信号、いろんな検査したけど異常はないって、異常はない、うん、なんでタマちゃんいないの、じゃあ、うん、タマちゃんどうしたん、預かったん、向こうで。本当、いろんな検査したけど異常はないって、うん、リサヒデイさん、二足歩き、うん、昔から「はあはあ」言うのは心臓病の可能性があるって言われただけ、うん、みこちゃん、たまちゃん病院行ったんだねって、うん、うん、母はね、前と同じ、それが悪化したか可能性があるらしい。あ、そうなんだ。へえ。あ、そうなん。他は異常ねっつんだ。あ、そうなん。うん。あ、そう。ほんで、先生が預かってくれたわけ。心臓病の検査、治療は、今日は、うん、行った病院はやってないらしい。ああ、そうか。うん。ああ、そうか。うん。難しいな。うん。ああ、今までと異常ないんだ。だけどご飯食わないっつうのはそういうのが悪化したって恐れがあるってことね、うん、そうか、うん、だからその検査をするなら深谷の病院かなとないとらしいって、だからその検査をするなら深谷の病院行かないとらしい。ああ、そうか。深谷って言うとさ、うん、安住純一の弟がやってるよね。うん、ね、うん、弟がやってる。多分深谷にお店出した。うん、
せがれがやるんやんって、慎吾さん病院行ってくださりありがとうございますってフラー先生、うん、ねえフラー先生が、うん、こちら関慎吾、それと耳に可能があって、その注射したのと塗り薬もらってきた。あ、そうなん、うん、ちなみにいろんな検査したから1万8000ちょいかかったって。そうなの、血液検査レントゲンとかって。そうなんだ、うん、そうか、耳にちょっとあれなんだ、うん、猫は保険が、うん、効かないからねって、ペット保険入るとらんのって、うん、猫ちゃん耳が可能してたんだ、大変って。その可能は関係ないらしいって。あ、そうなんだ、ご飯食べるに食べないわな、うん、はるちゃん谷未歳初コメって、うん、ね、そうなんだ、うん、ほんでたまちゃん結局どこにいるん、いないで、お布団に。どこにいるん、え、え、胸見せてくれますかって。掛け金安いからペットの保険、うん、いや入ったらええって、ちなみにレントゲン検査で分かったけど、ヨシエがよく言う肺に砂はないらしい。あ、本当、うん、肺に砂はないんだ、うん、心臓病の可能性らしい。あ、そうなんだ、うん、じゃあ砂吸ったわけじゃねえんだ、うん、本当、うん、そうか、うん、おいで、たまちゃんどこにいるの、いねえんだけど。あ、灯籠たぬきさん久しぶりに覚えてくれてるって。知ってるよ、はじこめさん、ありがとう、うん、灯籠たぬきさんありがとうね、うん、ありがとう、覚えてるよ、よく、うん、いつもありがとうね、うん、ゆきちゃん、慎吾、ありがとう。車開けたら家の庭にすぐ出た。あ、連れてきたんだ。あ、そうなん、じゃあ連れてきたってことね、うん、外にいる、かわいそうだよ、外じゃ暑くて、うん、外にいるんだ、そうか、うん、そういうことね、うん、そうか、うん、じゃあそのうちご飯食べるかな、うん、そうなんだ。値段こらいくらかかったん、1万8150円だって、請求額、うん、ね、猫の初診料500円、猫診察料2500円、血液検査4800円、ウイルス検査2500円、レントゲン2枚2000円、猫注射料1200円、猫外用薬1000円、消費税請求、非課税請求って、消費税 10%、18,150円、18,150円、あー2万円クレジットカードってね、18,150円だよ、嘘じゃないよ、見てください、18,500円、にゃんこの治療費すごいね、異常ないって、検査、白血病も大丈夫、18,500円、
ねえ、すごいね。うん。